はい、おはようございます。榎本孝之です。今日はラーメン屋の集客についての話をします。ラーメン屋の集客の中でも Google 検索についてですね、やっぱりお客様があなたの店を初めて見つけるっていうのって Google で検索した時っていうパターンが結構多いと思うんですよね。で、実際じゃあそのお客様どうやってあなたの店を探したかっていうと、 Google 検索で地名プラス業種、例えば浦和スペースラーメンとかっていうことで調べてると思うんですよね。で、そうすると最近は必ず Google マップに載っているラーメン屋っていうのが一番上に表示されると思います。だから食べログとかグルナビとかっていうよりも Google マップに登録している内容っていうのがすごく重要になるんですね。なので改めて Google マップに載っている情報、基本情報ですね、それが間違ってたりしていないか、そしてそこに上がってる写真がちゃんと食べたくなるようないい写真が載っているか、その辺をもう一度改めてチェックしてみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。